トップ校。どうもこんにちは、篠原です。今回は県のトップの高校に受かるための中学生の戦略ということで、県のね、トップの高校に受かるためにどういう勉強をするべきかということを話したいと思います。正直ね、県のトップの高校、公立か私立かにもよるんですけど、今回は公立の話をしたいと思います。で、私立になると、灘とかね、開成とかに受かるための方法って言われても、ちょっと、なんで、まず持って生まれた IQ を持ってくださいみたいなね。で、みたいな感じになっちゃうんですよ。なので、その灘とか開成とかじゃなくて、灘開成って高校入試やってんのかな、そういうような超スーパー進学校じゃなくて、それぞれの各その土地土地にある、有名国公立の進学校ぐらいな、ところに行くための方法を話したいなというところですね。まず英語からいきたいと思います。英語に関しては、英検準2級に受かっとくぐらいのレベルが欲しいです。英検準2級っていうと、高校レベルなんですよ。つまり、中学で習う内容は英検3級までなんで、英検準2っていうと、高校1年生とかが狙うようなやつなんですが、それに受かっといてほしいというところですね。つまり単語力だとか文法に関してもちょっと難しいのが出てきますし、あとは長文ですよね。長い文章を、ちゃんと読むという力も必要かなと思います。英検準2級受かる力がないけど、県トップの高校の英語対応したいっていうのはちょっと無茶ぶりですね。英検準2はとりあえず受かっといてほしいと。そういうことで言うと、例えばね、普通は中1で、5級、中2で4級みたいな感じでやっていくのは普通なんですが、これを、ちょっと早めてほしいんですよね。中1でだから4級受かって、中2で3級受かって、中3で順に受かるみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。だからちょっとずつ早めに行きましょうというところですね。数学に関しては、公立高校のトップになってくると、その応用問題、ひねった問題対策ができないといけないです。この応用対策っていうのは、結構フェーズとしては後の方で、まずは公式を覚えていただいて、で、その後基本問題できるようにして、最後に応用が来ると。いうところなんで、早めにこのステップやっぱり踏んでほしいんですよ。基本問題は解ける公式は分かってるっていう状態に早めにしてほしいと。俺のこれまで教えてきた生徒の中では、その数学に才能があると。才能、好きでもあるし、才能もあるっていうことで、先取りをしてもらいました。これ先取りをするべきか、その今習ってるところの応用レベルまで持っていくかっていう話なんですけど、言ったら中学の数学って、いろいろ聞きたい分野があるんですよね。方程式のところとか、図形のところとか、確率とかっていうのを中1で習って、中2で習って、中3で習ってみたいな感じで、一つの分野を、3ステップに分けがちなんですよ、中学の数学って。応用って、やっぱり、なんでしょうね、この辺の、ここまでのステップを踏んだ上での合計での問題なんで、中1のところをしっかり勉強しました。で、この中1の範囲だけで解ける応用問題って、あんまないんですよね。だから、高校だったら、習った範囲を徹底的に掘り下げましょうみたいな勉強の仕方っていうのを推奨するんですが、中学で、上目指したいのであれば、俺は先取りしてもいいかなと思います。で、しかも、そんなに難しくもないんで、手を動かして頑張って計算してくださいとかね、そういうのも結構多いんで、数学の応用対策として、中学生の場合、ガンガン先取りできるんだったらしちゃってもいいというところですね。無理だったら、ちょっとしょうがないかなというところです。はい。続いて国語なんですが、現代文に関してはこれはね、もう演習しかないです。漢検は3級でいいです。漢検は3級でいいんですが、演習をひたすらやっていくしかありません。というのも、授業で聞いた、現代文の文章っていうのは、受験では絶対出ないんですよね。受験では必ず初見の問題が出るんで、その初見の問題をいっぱい解く、いっぱい読むっていうのが必要になります。だから、もともと本が好きとか、読書量が多いんであれば、もうそれで頑張ってくださいというところなんですが、読書量はそんなにないけど、国語をね、なんとかしたいっていうことであれば、ちょっとね、演習量はたくさん取らないといけないというところになります。大体問題集1冊2冊ぐらいですかね。3冊、それぐらいやれば、十分、トップ校に受かるような演習量を詰めるかなと思うんですが、逆に言うとそれぐらいやっとかないと、読書量がないんだったらきついというところです。で、古典分野に関してはね、もう高校用の教材使っちゃいましょう。で、なんでかっていうと、中学生用の古典の教材って、あんまないんですよ。あんまなくて、で、しかも、高校生用の古典の教材はめっちゃある上に、わかりやすいんですね。つまり、その、いったら中学生に高校生用の教材をやってもらうっていうのが、英語だとちょっと厳しいし、まあ、数学とか理科とか社会とか、まあ、ちょっと厳しいところあるんですよ。なんだけど、高校の初歩の古典の教材は中学生でも十分やれる上に、まあ、中学生の間では、こう、なんか、ふわっとしたことしか教えないのに、高校のところでは、こう、きっちり、丁寧に教えてくれるんで、まあ、俺はね、その中学生が中学生向きの古典の教材やるぐらいだったら、もういきなり高校生用の一番簡単なやつやったらいいかなと思います。一応古典文法だったらステップアップノートってやつがあるんですけど、ステップアップノートの茶色ね。茶色のやつ、青色と茶色があるんですが、青色の方が難しいんで、茶色をやるといいかなというところですね。はい。まあ、高校生向けの古典の教材をやってもいいかなというところです。はい。で、理科に関しては、生物とか地学に関してはもうこれ完全に暗記です。頑張って覚えてくださいと。で、科学とか物理に関しても、やっぱり応用問題が出て、これは数学と同じ対策をしないといけないです。まあ、基本的な公式だとか、それを覚えてもらって、で、それを振り回す、基本的な問題を解けるようにして、あとは応用と。まあ、ひねった問題だとか、なんか実験結果がこうで、みたいなね、データがいろいろ載ってあって、その評価に必要な情報を読み取るみたいな勉強というか、まあ、練習をしないといけないと。いうところになります。はい。でも社会は頑張って暗記ですね。はい。暗記してください。というところで、意外と、その、県のトップ高校に合格するためには、まあ、そこまで難しくはないんですね、実は。というのも、まあ、言うならば、覚えることとしても、中学の、その、まあ、中1、中2、中3でやるの大変なんですよ。やるの大変なんですけど、まあ、英検準2って、まあ、そこまでべらぼうに難しい、ところではない。まあ、中学生がやるにはしんどいけど、まあ、でも、やってやれなくはないというところだし、だって英検の5級なんて、ABC 書きましょうとかね。そういうところからスタートしてもやっぱり受かるぐらいなんで、やっぱり、可能性高いんじゃないかなっていうところだし、まあ、数学に関しても、応用対策ですよね。と言っても、まあ、ある程度のこの応用問題集に、あ、これなんか見たことある。なんか、知ってるわ、みたいなやつってめちゃくちゃあるし、まあ、国語に関してもちょっとね、量をこなさないといけないのがあって、ここはしんどいんですけど、まあ、高校生向けの初歩のやつを一冊やっとけばもう古典は大丈夫だし、ごめんね、今、ちょっと炊飯器が炊けたんですけど、米が炊けたんですけど、理科とかね、社会とかに関しても、まあ、暗記である程度蹴りがついた上で演習をこなしてもらったらいいんで、まあ、そんなに難しくはないです。しっかり勉強していけば、十分、まあ、部活とかね、やっていきながら、あるいはまあ、人によっては、カップルとかね、できたりするかもしれないし、あるいは漫画が好きだったら漫画読みまくったりとかね、してるかもしれないですが、まあまあ、そういうことをしても、全然問題なく合格できるかなっていうのが、県トップ高校への合格の戦略になります。だから、上の高校の方が、俺の実感ですけど、上の高校の方が楽しいですよ。なんでかっていうと、下の高校だと、いろいろね、校則が厳しかったりするんですよ。制服がガチッと決まってたりだとか、で、なんかその生徒指導みたいなのがいてうるさいみたいなね。なんかそういう感じなんですよね。上の高校になればなるほど校則が緩くて、私服で OK だとか、まあ、あるいは、化粧も OK とかね。なんかそういう高校になっていくんで、俺はね、中学生こそ頑張った方がいいと思う。これは、なんでしょう、純粋に、高校生生活の楽しさが、やっぱり上の高校は楽しくやってるよ。俺の見たり聞いたりしてる限り、やっぱり自由だし、まあその分その、成績のいいやつが入ってくるから、そこでのさらに勉強がね、しんどくなるんですけど、でもまあまあ、楽しくやれてるんじゃないかなとは思います。スマホも持ってっていいとかね。だからそういう自由な校風なところの高校の方が、まあのびのび勉強もできるし、のびのび青春も送れるし、いいんじゃないかなと。いうところで、ぜひね、県トップ高校を狙ってみてください。まあ、ここでわからないこととかあればね、まあ、塾とか行ってもらってもいいんですけど、まあまあ、必要だったら俺に電話相談とかしてもらったらなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。